では林さんお願いします。僕一人の台湾人としてはですね、今回非常に怒っているのはですね、まず2点を取り上げたいです。1点目はですね、この NHK は非常に不誠実ですね。しかもあたかもそういうなんかいろんな資料を利用してもう真実であるかのように、そういう非常に巧妙な手法で日本国民を騙そうとしているわけですね。で、各々のその断片としては確かにそれなりの根拠があって資料に基づいたものである、だけれどもそれはもう切り抜いてですね、前編としてもう全部の嘘なんですね。で、2点目はですね、これは非常に台湾人を侮辱しているような意図僕は感じています。で、実はですね、その番組の最後のナレーションのところにも、親日的とも言われる台湾に今も残る日本統治の深い傷と、そして、我々日本離島友の会の抗議文に対する回答の中にもですね、我々が親日、台湾が親日的である事実をこれを認めていると。そうするとですね、これはこの70分の番組の中で見るとですね、こんなひどいことを台湾人にやっておきながらですね、しかも我々戦後の台湾人は実は反日教育を受けた台湾人ですね。で、こんなひどい仕打ちを受けたにもかかわらず親日的っていう台湾人は一体どんな存在なのかと。台湾人は魔族なのか、あるいはもう救いようのないバカなのかと。で、こんなね、こんなひどい仕打ちを受ければ受けるほど、その親近感を持っている民族なのかと。まさにこれは私の知りたいのはですね、親日的とも言われている台湾 NHK は自分でその番組の中にの最後にそうしてるけれども、しかし今なお日本統治の深い傷、それとどのような相関があるのかと。なぜ台湾は親日的になっているのかと。そしてその深い傷を負いながらも、これは私からすればですね、非常に反感っていうか、これはこういうのはもう正常なその心理状態ではない。で、つい最近その、日本の大使館にあたる交流協会台湾であるアンケート調査をやったんですね。これは日本政府が初めて台湾に対するアンケート調査をやったわけですね。なんと20代の若者 79% は親日的なっていうことですね。で、国、すべての国において一番好きな国、すべての世帯において、すべてそれ一番好きな国はなんと日本なんです。そしてその中に台湾も一応入ってるんですね。つまり台湾は2万名好きなんです。日本が一番好きで、その後台湾っていうことになってるわけですね。これは私はですね、この番組は本当に真実であればですね、今の台湾人がこの親日感情は一体どこからやってきたのかと、私は不思議でしょうがないですね。自分で台湾人でありながら、しかも実は僕は日本にやってきてから親日的な台湾と言われるために非常に情けない感じがします。つまり今の台湾をですね、戦後の日本はですね、もう台湾、NHK も含めて、まさに NHK は代表的に台湾ばかりしてるんじゃないですか。それは戦前の台湾ではないですね。ですからこんなに正義感あふれる NHK な のであればですね、それは今台湾が直面している問題は何かと、それ一番感じている脅威が何かと、まず台湾人に問いてみたらどうですか。台湾人が一番脅威と感じているのはまさにその中国の武力侵略で、中国の文化的侵略で、中国の経済的侵略で、なんでそれを取り上げないのかと。そしてその台湾のその60数年前 その日本の植民地統治をその批判しておきながら、中国 の少数民族の弾圧、そしてチベット、ウイグル、モンゴルに対する今まさに現在進行中の植民地支配はですね、美化してるんじゃないですか。このようなその NHK はもはやその偽善っていう領域にはるかに超えてる。これ偽善っていうわけではないですね。これはもうあからさまになんか意図的に
やってるということなんですね。そのもうあの前人のあのその髪をかぶっておきながらですね、実際はもう全くそういう侵略的なあの工作に加担してるとしか思えないことですね。はい、はい、ありがとうございます。では永山さんお願いします。はい、今回の騒動を通じて痛感しますのは、まずその多くの人が特に若者が多いと思いますが NHK に対して抗議を行っておりまして、でそこで見えてくるのが、やはりその、まあ、その抗議を受けた場合、電話ファックス、メールで送った場合、例えばコールセンターが電話の人に抗議対応するんですね。でまあその体力を追っ払うというのが彼らの任務ですね。 NHK を防衛するために、はい、ところが、まあ、例えばその、メールで返答が来た場合、あるいはその李登輝友の会が抗議声明を送りしました、はい、で送りましてその、返事も来ております。はい、そういった向こうからの返答を分析していますと、やはりですね、なんていうんでしょうか、やはりもともとが、その言い訳しようがないほどの変更をやってるわけですから、はい、言い訳できないはずなんですけども、それでもあえて言い訳するわけですから、当然おかしな言い訳をして、隙だらけなんですね。で例えばそうですね、李登輝友の会が、この番組は日台分断を図っているものではないかと言ったら、向こうは言うことはただ、そういうことはありませんしか言わないんです。はい、そういう印象を受けたぞと言っているのに、そういうことはありませんしか当然言えないんですね。であとは、新日にも触れてます。さっき林先生もおっしゃいましたが、こちらは新日という事実を否定していませんと。じゃあどういうところで、新日ということに触れましたかと言いますと、向こうの回答は、先ほど言ったその最後 その教え諭すようなアナウンスですね。新日ととも言われている台湾で今も残る日本統治の傷と、でこういうものを認識しなかったらこれから日本はアジア人と仲良くやっていけませんよ、謝罪しましょうという、そういう村山談話張りのですね、そのアナウンスしかないわけで、はい、決して親日を触れてるんじゃなくて明らかに親日である事実を否定、現実を否定して、で日台分断しているようにしか見えないということで、非常にですね、そういうわけで言い訳になっていなく、でしかも、一つ印象に残ってますのが、コールセンターにこの放送法違反ではないかと聞いたんです。はい、変更している、いろいろな意見があるのにそういうのをこう、バランスよくやっていないのは放送法違反ではないかと言いましたら、やはりその変更している強烈な変更というのは先方を認めざるを得ないようなんです。で彼が言いましたのは NHK いろんな番組全体で見てくれと。で僕はですね、そうではなくて一つ一つの番組に公正さが求められているんですよと。そしたら向こうはその通りだと認めて黙ったんです。ところがですね、この間産経の、インタビューを受けた、記者会見で NHK の、総放送局長がですね、そうですね、彼は まさに同じことを言っていました。はい、これ放送人としてこれは非常識極まれないと思いますが、一つの番組で、いろんな意見を、取り上げてしまうと、そのメッセージがはっきりと打ち出せないので、それは公正と言われても困るというようなことを言ってるんですね。もう反日変更ということを認めてるんですね。だから全体の番組見てくれと言ってますけども、あれはですね、ですから、彼らは今までは、まあ、抗議に対してはもう何だかんだ、いやそうじゃないよと言えば追っ払えるんだと認識してましたが、やっぱり分析してみますと彼らのそういう、やましさであるとかそういうごまかしであるとかっていうのがよく表れてるんですね。ですからこれから今抗議やってる方々もですね、その辺よく注意して、でそういうところにこそ NHK の問題があるということをまず認識してほしいのと、あともう一つだけすいません、今チャンネルさくらさんがその、この、NHK スペシャルが取材した台湾のおじいさんたち再インタビューしました。でおじいさんたちが、ような番組編集、自分たちの反日的な、と思われるような証言しか取り上げてくれないであるとか、それから歴史認識 が間違ってんじゃないかとか、そういう不満を NHK たち抱いていますね。そういうその、それからに我々の日本に対する本当の気持ちはこういうものですよという、そういうことも喋っていますですね。あれはですね、これは NHK 今回の非常にこの有害な、この不幸な騒動を NHK が起こしましたけども、その中で、かえって逆にそういう日本人が台湾人の本当の心に触れるチャンスを与えてくれたと。でこれはですね、単にその心情的に、彼らに関心を持ちましょうではなくて、まさにですね、その、この彼らの、日本を思ってくれる気持ちっていうのは戦後日本人にものすごく勇気や、を与えてくれる、自信をもたらしてくれるものですね。
だからこそ李登輝さんがその日本に来るのを中国が嫌がるというのは、日本人にやっぱりその親日世代の、はい、李登輝さんが来ることで日本語で喋って日本に対する思いを語ることで、日本人が目を覚めるのが怖いから日本だけには行かせてはならないということを昔あの台湾の中国の高官が言っていましたが、はいはい、まさにそういった台湾がですね日本にはあのもたらしてくれるそういう、勇気とかそういうものをですねかえって、今回の番組の企画にチャンネル桜さんが掘り起こしてくれましたので、だから今回は NHK のその悪意あるそういう本質を、世の中に見せるとともに、はい、それと同時にこの台湾の、方々の思いをですね、日本人にこう伝えるチャンスであると思っております。はい、ありがとうございます。皆さんに今いろいろ言っていただいたんですけども、いろんなあの問題点というのが出たと思います。今最後永山さんおっしゃってたこと、がまずは典型的だと思うんですけども、まず一つはですね、西村さんやあの宮城さんがおっしゃってた、これは犯罪、つまり犯罪っていうか放送法違反というですね、明らかな犯罪なんですね。で我々、まあ、このチャンネル桜今こういうふうにやってるんだ、じゃあみんな怒ってるやつばっかりじゃないかと言われるかもわからない。だけど我々はその中で NHK の主張も言ってるわけです。こういうふうに言ってるけどこうだと、多様な視点があるということ でもっと言えば私たちはいずれ、いろんなことをやりましてですね、 NHK の人たちみんな出てくださいと、うん、同じ時間をあげますからと、もしあれだったら我々が出てもいいですと、うん、NHK の討論番組やってくれるならね、うん、我々が出てもいい、あるいは皆さんが出てもらってもいい、うん、そういう形で情報をきちんと公開してね、多様な意見をでやるってことが大事だと思います。我々いつでもこれ改めて言っておきますけども、うん、NHK にも、公開討論やあるいはここに出演していただいて今日ご出演の皆さんとね、共に意見を戦わせてもらいたい、これは本当に思ってますというのがこの姿勢なはずです。うちは、これ社長としてこれは言いますけども、いつでも OK です。もうたっぷり時間あげます。 1.5 倍時間あげますあの普通のこちらよりというぐらいやりますから、どうぞというふうに改めて言っておきたいと思います。